ということで、皆さんお久しぶりです。お元気なさってますか？お元気してます？ちょっと今日は話したいことがたくさんで、ちょっと話しきれるかなと心配の坂川ひゆかでございます。皆さんこんばんは。あ、元気してるみたいでよかったよかった。あ、そう、あのツイッターでさっき告知したんですよ。まあ見に来てくださいって言ったのと、なんか今日の私いつもと違うかもしれないですみたいなこと言ったんですよ。実はなんとじゃーん、髪を切りました。気づいた？意外と近いと気づかなかったでしょう。こうやってしてたから気づかなかったでしょう。髪を切りました。いやーん、そう、実は髪を結構バサッとバッサリと切ってしまいました。どう？直近しちゃったわ。そう、まだこけしほどではないけどね。そう、切ったよ、久しぶりに。そう、確かにこれだとこけしに見えるけど、ちょっとこけしよりは長めで、若干おしゃれなレイヤーも入れてもらってという感じでございます。イエーイ。そう、だからちょっとね、またもう4月になったのでね、まあイメージチェンジということで、はい、やらせてもろてます。ちょっとこんな感じで今日はやっていくんですけれども、もうまずね、もう本当に話したいことがたくさんだから、どれから話そうっていう感じでね、もう本当に配信もごめんなさい、めちゃめちゃ久しぶりになっちゃって申し訳ない。そう、でも今日はいっぱい話したいので、ちょっと話しそうと思います。はい、でどこから振り返ろうかなと思って、まあやっぱりそうだな、私が配信してない時からなんで、まずはお話し会だね。オンラインお話し会があって、オンラインお話し会で皆さんと話して、そう、ちょうどその時にあの新公演の出演の発表があったりして、すごいあの日はドキドキしてましたね。久々のお話し会だったし、新公演の発表もあったし、もうずっとハラ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 ドキ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 してて、そう、でも皆さんとそのお話し会で話した時に、皆さんがすごい頑張れとか、めっちゃ楽しみ、申し込んだよとか言ってくださったので、頑張れました、ありがとうございます。でもなんか逆にあの日で良かったのかもと思って、発表がそうやって直接さ、申し込んだよとかさ、頑張れっていう声が聞けたから、すごいあの日で良かったなって思いましたね、うん。え、ナーラブさん、お城ありがとうございます。ありがお城タワー、ありがとう、いいね、お城タワーありがとう。ナーラブさん、ラブだよ、ありがとう。そうで、その日に発表があって、でもその時本当に結構ありがたいことにめちゃめちゃ多忙でして、多分もう3月末休みなかったんじゃないかぐらい、いや、なかったです。3月末は休みがなかった、正直。そう、いい感じになんかいろいろお仕事がありがたいことにかぶってまして、そう、本当にカツカツでやばいと思ってね。だからその発表された時にすごく不安だったの、正直。全然曲とかもあの時でまだ全部覚えてなかったから、これ発表されたけど出れるのかなって思ったんだけど、みんながゆうかちゃんが出るの楽しみにしてるよとか、どこのポジションなのとかさ、いろいろ気になってくださってたから、もう頑張ろうって決めたし、
もともと決めてたけど、そう、もっとやる気が出ました。ありがとうございます。皆さんはどうでしたか？3月ね、あの直接のお話し会が私参加できなくって、学校のあの行事で、そうだから3月初めてお話できたんだけど、多分結構久々だったよね。それもいつぶりだったら、まあ人によってだと思うけど、1月とか2ヶ月ぶりとかかな。そうだったからやっと話せたって思いましたよ。私も。みんなはどうだった？やっと話せたって思った？どうかわかんないけど、まあ思ってくれてたら嬉しいなと思いますね。やっぱりそう、2ヶ月ぶりだよね。あ、思ったみたいありがとう、思ってくれたんだね。ありがとう、おりごと。はい、で続いて、あ、そう、続いてがそう、アンレームの長寿代かな、出演かな。そう、アンレームで長寿代に出させてもらって、アンレームのイベントとかそういうパフォーマンスもう多分すごくすごく久しぶりだった気がします。そう、それがちょうど、うん、入って長寿代やって、そう、毎回ねイベントすごい緊張とかもするんだけど、でもね、よかったよね。そう、でもすごい緊張しましたね。久しぶりにアンレームの日向としてやらせていただいたので、え、どんな感じだっけと思いつつ、あとそう、衣装がね、いつも多分皆さんの前だと白い、あの初期のアイアムアイの時のあの白衣装が皆さんイメージついてると思うんですけど、今回はね、あのアンレームの時の私は赤チェックの衣装、そう、結構もう奇抜なザ・アンレーム個性っていう感じの衣装で今回パフォーマンスさせていただいて、それも初めてだったし、久しぶりだったのもあるし、すごいもうドキ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 ね。そう、だからずっとドキドキしてたの私、実は。そう、ずっともうアンレームもだし、新公演とかもだし、もういっぱいドキドキしてて、もう3月は気が気じゃなかったんだけど、そう、でもね、どうだった？よかった？多分会場にいた方は少なかったかなと思うんだけど、うん、でも配信でね見てくれた方もいらっしゃるんじゃない？どうかな、ちょっとね。でも楽しかったです。私も髪型とかもレイヤーがっつりめにストレートでしてみたりとか、そうやりましたねそう、そういうことがあって、あとはあ、その次がもう新公演か。もうまだね、ちょっと実を言うとまだ言えないことがあって、うん、言いたいんだけど言えないみたいなことがあるから、ちょっとあれなんだけど、うん、言いたいけど言えないみたいな。そう、ちょっとね、どうすりゃいいかな言いたいけど言えないみたいなことがまだあるから、まだ言えないんだけど、まあその間にいろいろあって、そう、まあでもいろいろあって、まあ、そっから新公演ですかね。はい、新公演あって、新公演ね、あ、それ新公演か、今日は誰に恋をする公演に、はい、出ました。どうだったキャーということで、もうすごい新公演は記憶が実はちょっと曖昧なくらい緊張しましたね。うん、うん、緊張した、緊張したよ。
もうあれもねすごい、実はそのコンサートとかもなんだけど、なかなか私振り入れに参加でき、偶然かな分かんないけど、まあでもコンサートは学校とかのいろいろがあったんだけど、今回は春休みで別に学校もなかったのに、なぜかなんかリハーサルに参加できなくって、まあいろいろねちょっとまああって、リハーサルに多分参加できたの1、2、3、4、5曲ぐらい、それ以外は地おこしでやりました。まさかのどういうことみたいな。そう、実はそうなんです、実はほぼ地おこし、逆に多分地おこし曲の方が多いんですけど、そうなんか謎にうん、いろいろ被っちゃって、はい、自主練して出ました。でも本当にね、全然すごいとかじゃ、あの自慢したいとかじゃないんですけど、本当にもう直前ギリギリ1日前とかまでずっと練習してて、もう多分ファンの方だったら若干察していらっしゃったかなと思うんだけど、かなりその時もう、うーってなってたのよ正直ね。ちょっともう苦しいってなってたんだけど、でももうね皆さんに会えると思って、でも新公演も本当に曲とかもいいし、ずっと出たいと思ってたから、やっと出れると思って、この機会絶対逃さないぞと思って、そう必死で覚えて、まあ、前日までやってたんですけど、そうで、しかもなんかね昼公演だったの。うん、その日結構不思議な公演のスケジュールで、昼がその新公演の今日は誰に恋をする公演で、夜が僕隊、そう僕隊も出てみたいんだけど、そうなかなかないよね、初めて、わかんないけどどっちも出るっていう先輩もいらっしゃったりとか、すげえと思ったんだけど、そう私はねお昼の新公演のね今日は誰に恋をする公演に出て、どうでしたか？もうすごいガチガチで、多分めっちゃ緊張してたんだけど、でもねそう先輩方がすごい優しかったりとか、あとそうあの日はねネイル、今はもうしてないんだけどネイルしてて、そう真っ赤なユイリンゴさん色に、はい、していきました。気合い入れて、お、おししかかった。そうユイリーさんがプロデュースしてる公演だから、せっかくならちょっと自分のモチベーションを上げるためにもだし、やっぱユーリーさんをイメージして、そうリンゴ色のネイルにしていきましたね。あの日は本当に自分をもう鼓舞しないとと思って、メイクとかもいつもよりちょっと時間かけてみたりとか、あとカラコンも入れてた、あの時は、今日は入れてないけど、そうあの時はカラコンなんか入れちゃったりしてとか、あとポニーテールにしたりとか、そう飾りがねすごい可愛くって、オープニングの新衣装、オープニングの新衣装さ話変わりすぎなんだけど、オープニングの新衣装めっちゃ可愛くない？今私が持ってるこのこんな色、本当にまさにこの水色なんだけど、めっちゃ可愛いよね、もう着たくて着たくて、そうめっちゃ可愛いと思ってさ、そうあれ来たからもうなんかもう一気によっしゃーっていう気持ちになったし、そうで飾りがねめっちゃ大きいリボンだったの。そのセリカさんポジで、私実はというか、はい、セリカさんポジなんですよ、長野セリカさんポジ。そうだからみんなね結構多分出るまで、ひゆかちゃんはこのポジションかなとかいろいろ予想してくれてたと思うんだけど、正解はセリカさんポジでした。そうね、セリカさんの飾りがすごい大きいリボンで、そう白リボン、めっちゃ可愛くない？あんな大きいリボンさつけれる時あるなと思って、私結構さ持ってるんだけどリボンで、白リボンとかも持ってるんだけど、あんなに大きいリボンはね初めて。うん、もうええー、ね、こんな顔ぐらいあったぞ、 こんなんかな、ドーンって。でもそれが可愛いのよ。そうでそれをつける髪型だから、どれにしようかなと思って、
まあポニーテールかなっていう。すごいやっぱりね、私的にポニーテールってすごい気合い入るんですよ。そのグッてもう全集中じゃないですか髪がもうグッとまとまってもう全集中、ポニーテールの呼吸みたいな感じですごいからもう一気に気が引き締まるんですよ。だからもうあの日はポニーテールにして、そうで新公演出ました。でね、私が一番ドキドキしていたのは、新公演の中でもまあいっぱいいろんな曲があるんですけど、特にユニットなんですよ。ユニットがね、はい、素晴らしいメンバーの皆様と、はい、やらせていただいたんですけれども、初日はね、私とユイリーさんとリンリンさんと、あとそう、代打でナルさんが覚えてくださって、もう本当にまず私以外の方がすごすぎる。まずちょっとそこからね、本当に素晴らしいメンバーの皆様とこんな私がユニットに出させていただけるなんて、まず嬉しいこと、まず光栄だし、でナルさんすごすぎます。本当に多分めっちゃ急遽、本当に急遽決まって出ます、出てくださいみたいになってて、なのにあんなパすごすぎない？あんな完璧なさ、すごいよ、本当にすごいよ、本当にすごい、もう素晴らしい、もうみんな感動してた。もう私も踊りながらナルさんすごいって思ってたんだけど、でも本当にそんな素晴らしい方々の中に、そう私がボーンって入ったんですけれども、そうめっちゃ緊張した。今まであんまりね、その緊張するっていう機会とか、そんな私もね、そんな緊張しないタイプなんだけど、もうドキ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 ってなってました。本当にそう、その真ん中からね、パネル裏から出るんだけど、パネル裏って鏡になってるんですよ。でもそこで自分の顔を見てちょっと自分とね、なんか見つめ合って、今日できるかって鏡の自分にね問いかけて、やってやろうじゃねえか、おーって言って鏡の自分と、はい、やってたんですけれども、そうでも緊張した、でも頑張りました。そうでね、その後にそのユイリーさんが配信をされてたのかな、公演終わりに。でその時になんか選んだ理由とかお話ししてくださってて、そうなんかすごい褒めてくださってたのよ、私をその一人思いにしてくれた理由とか。そう嬉しい。だから私もその期待というかに応えたいし、頑張ろうって思いましたね。もっと研究したい、うん、頑張るということで、また出れたらいいなーなんて思ってたら、その日に、はい、生誕祭の発表があって早すぎない？っていうね、もうすぐでしたよ。もう出た後に終わった、ほっほっ、また出れたらいいなーパッて、生誕祭わーお！ということで、そう、でも皆さんびっくりでしたでしょ。そうまさかのもう、うわみたいな、出れたらいいな、みたいな、思ってたらみたいなね、もうすぐでしたわ。本当にチャンス到来ということで、はい、第二のチャンス来ましたと、新公演また出れますと、坂川ヒューが生誕祭ってまず2回目が早すぎることもびっくりしてるのに、生誕祭みたいな、私も嬉しい嬉しいめっちゃ嬉しいイエーイみたいな、なんかもう驚きと嬉しいがいろいろなんか混ざって、うれ驚きみたいな感じになってたんだけど、そうでもね、もうやっと、もう本当にでも、まあ、知ってたのよ知ってたの、そう生誕祭があるってことはね。そうだからすごいもうみんなに早く言いたいなってドキドキしてて、やっと発表されて、いやーってなったんだけど、どうだった？みんなもびっくりしたでしょ？
そうだから私もなんかと思いながら発表されたキャッと思ってたんだけど、そうどうだった、みんなびっくりしたよねそう知ってたよ、私はもうね言いたかったんだけど、まあ、言えないじゃん、そうだからね言えなかったんだけど、そうキャッ、そうえ匂わせして、そんなことしないよ、私はしないよ匂わせなんて、ごめんね急遽ね、みんな多分めっちゃ急遽だったと思うけど、そう迷ったよ確かに言おうかなとも思ったけど、本当にごめんねマジで、あのカツカツすぎてちょっとごめんなさい、本当にさすがに反省です、それはごめんね、まあでもね、まあいつかねってことはありますから、まあでもはい、まあ、それは後ほど話しますけど、そう、まあ、キューキューキューでしたけれどもありがとうございます、で発表してもらって、でまあそこからいろいろ間挟みまして、その間にもありましたよいろいろと、レミヒューのラジオどうだった、走らないとのね、そうどうだった、レミヒューラジオ実は初めてだったのよ、2人でラジオラディオです、そう初めて2人で決まった時にレミヒューでラジオ初めてじゃないみたいな感じで言って、うんうんうんってなってやったってなって、まあ、話してまあもちろんめちゃめちゃ楽しいと、そうすごいお互いね、その地元でラジオとかもやってたりしてたから、そのずっとでもやりたいって言ってたの、2人で話したりとかラジオしたいねって言ってたら、なんと2人でラジオかなってやったってなりまして、でそっから話してゲームしたりとか、まあ、普段の話もしたりとか、あとちょっとお互い褒め合っちゃったりしたりとか、そういろいろしました、どうだった、結構ねいつも私もラジオしてるけど、なんかなんて言うんだろう、私がメインっていうより誰かが引っ張ってくださって、それに私がお話しするっていう形が多かったから、ちょっと今回は私がちょっと先行して、まあ、してくれたりとか、自分が仕切るターンとかもあった、ターン仕切る時もあったから、すごい新鮮な気持ちだったけど楽しめました、ああいうのもいいね、でももっと私はお話し上手になりたいなって思ったよ、そうもっとやっぱり相手を引き出すトーク力をしたいし、聞いてる人にももっとえこの2人すげえってなってもらえるような話をしていきたいと思いました、はい、お選曲良かったね、お本当そう選曲したんです、レミが多分あのなんだっけラブ修行かで私が初日にしました、もうね初日ってめっちゃいい曲じゃない、結構大好きで私、そうまあでもその初披露、私が初日を初めてしたのが最近のピアアリーナの春コンなんですけど、そう春コンで私初めて初日したの、でもさめっちゃいい曲でさすぐ覚えたよね、夢は風の中に、そう歌詞が良いし、歌詞が良い、歌詞がいいし、そうなんかジーンときました、踊っててなんかめっちゃ私に当てはまるなみたいな個人的に勝手に思ってたし、あと初日の最初の来ますね、みんなでエンジンしていつも感謝、あれもすごいいいなと思ったんですよね、そうだからいいですよね、どうだった初日、みんな好きですよねみんなも好きだろうなと思ったし、私も好きだからちょっとかけさせていただきました、
ね、好きでしょ、よかったやっぱりね、そうみんな好きだろうなって思ったからそうしたよ。はい、まあそんなこんなで、まあ、レミヒューの良さも知っていただけたんじゃないかなと思うし、でもまたねレミと2人でラジオも出させていただきたいのでぜひよろしくお願いします。ベイ FM 様また出たいです。伝われー、また出たいですよ。楽しかったです。お菓子も、あ、お菓子めっちゃもらったの、ありがとうございます。お菓子もまだあるぐらいです。ありがとうございます。また出れますように。はい、で続いて、もうめっちゃあるからさ、メモってるのね、ちょっと待ってね。で続いて、あ、続いてがアンレイムのファンミーティングだね。これがもう3月末、3月の終わりに、はい、あったんですけれど、そうなんとアンレイムね、そう実はなるさんがそう卒業しちゃいまして、そうもう卒業するんですじゃなくて、もうしちゃったんです、実はこのファンミーティングでなるさんが最後だったんですよ実はね。そうアウトオブ48で多分発表されたのかな。そう、その時に私直接聞けなかったんだけど、そのなるさんが卒業するよっていうことをね。そうでも事前に私も、うん、聞いてたから、そう私までなんかうーってなってたけど、そうでもなんかすごいなるさんはどっちも大切にしてくれてたからさ、アンレイムも AKB もね。そうすごい私も嬉しかったし、同じじゃないですか、私も AKB とアンレイムどっちも両立してるからすごい気持ちもわかるけど、本当に今すごい AKB も引っ張るし中心じゃないですか。そうだから本当に大変だっただろうし、そう、それを私がもっとうまくサポートできたらなとも思ったんだけど、そうでもね頑張るって言ってらっしゃるんだから、私ももう全力で応援しますし、逆にその分私もねアンレイムももちろん全力で頑張ろうと思ったから、そうでそのファンミーティングがあってなるさんのお別れ会で、そうすごい寂しかったけど、でもなるさんと最後に歌を歌ったりとか色紙プレゼントしたりとか、まあ、なるさんからこれから頑張ってねって励ましのお言葉をいただいたりとか、すごいでもあったかいファンミだったし、なるさんがいてくれてよかったなと思ったし、これから頑張ろうって思うこともあったし、そうなんかすごいこれからのアンレイムは楽しみになったし、私もしゃ頑張ろうってなった。そうだからすごいいい機会だった、いい時間でした。来てくださった皆さんありがとうございました。で結構ねやっぱり倍率が多分高かったのかな、今回ファンミ当たらなかったよって方もいらっしゃったので、まあちょっとねこれから6人という形にはなっちゃうんだけど、ぜひねまだまだちょっと言いたいけど言えないよってこともあるので、そう、まあ、間もなくちょっとあると思うので、ぜひね楽しみにしていてほしいですし、応援してくれたら私も心強いので皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ファイト、はい、そして続いて4月はまず、あ、これこれ、チームエイトの10周年記念公演がありました。見えるかな、はい、なんとチームエイトが10周年を迎えたということで、もう私はね、あ、こっちか、 10周年ということで、私はまだね5年目なんで全然まだまだなんですけど、チームメイトの初期面さん先輩方がなんと10周年ということで素晴らしい、はい、なのでそのお手伝いとして、まあ、前座と、まあ、本編少しだけちょこちょこと
はい、数曲出させていただきました。レミヒューで前座しました。すごいね、前座自体が多分2回目とかかな、私お披露目以来だったかも。めっちゃレア。そう、実はあの星空を君にも本当に久々だったな。うん、久々にやりました。しかも2人バージョンは初めてでした。そう、実はね久々にやって、え、どうだった、どうだった、星空エモすぎた私もやってて、うわー懐かしいなと思ったし、なんか初心に帰ったよ、すごく。うわ、このねこけしの時にね、こんな感じのこけしの時に披露しましたよ。キャッチフレーズともにね、しっかり福井県といえば言うて、神恐竜はいって言って、比喩か言うてもらって、懐かしいですね本当に。そう、あの時なんか意外とあの時鮮明に覚えてるんですけど、めっちゃすごかったな。だって私さ、ひゆかって名前でさ結構呼びづらいというか、初っ端でみたいな、ちょっとひゆかってなると思うんだけど、あの時私がひゆかって呼んでくださいって言ってキャッチフレーズやった瞬間、ひゆかって言ってくれて、あの時の感動は忘れられないね。もうってなったぐらいすごいってなったし、そう、でもそのねすギョいってなった時を思い出しつつ、うん、前座することができたので、すごいなんか楽しかったし、私もこれからも頑張ろうってなりましたね。あと先輩方が10周年ってことで、やっぱりね本当にチームメイトの先輩ってすごいんですよ。もうリハーサルとかずっとその見てたから、こうやってパーってパーっていうか、まあ見てたんですよ、じっくりね、じっくりパーじゃないです、あ、もうじっくりと思って、もう先輩すごい、やっぱりすごいんですよ。振り覚えも早いし、あとやっぱり本当になんか見せ方だったりとか、まあトークももちろんだし、すごい素晴らしいなって。だから私もチームメイトに入ってよかったなと思うし、こんな素晴らしい先輩方の後ろ姿を見て育ってきたというか、見てね成長できて、そうよかったなと思いましたね。うん、ね、すごくない？すごいことじゃない？あんな素晴らしい先輩方を見てきたんだよ。で最後はね47で締めました。47私一発目だった、懸命言うの、ふっくいーうて、はい、そう、でも楽しかった。ちょっとしか出れなかったけど、でも大好きなね蜂の巣ダンスとか、好きだ好きだ好きだとか、制服の羽とか、そして47とか、まあもろもろ出れたのでハッピーハッピーでしたよ。よかった、皆さんもそうやって言ってくださってね。でもこれからはね、そう、私が背中を見せていく番だね、本当に。そうだね、もうあの時チームメイトに加入した時は一番年下だったんですよ。中学1年生13歳だったかな。13歳だよ、今は17歳でございます。早ー、17歳になってしまいました。あんなこけしだった私も今ではミディアムになり、17歳になり、最年少からもう後輩が一気に、逆にもう、え、後輩の方が少ないのか、あ、ちょ、間違えた、後輩の方が多いのかな、わかんないけど、研究生17期18期19期と入ってきまして、もう私も先輩ですね。早い、時の流れにびっくりだよね。私もびっくりよ、本当に。そう、でも
ね、私もチームメイトの先輩から素晴らしい背中を見せていただいたので、私もその背中を学んでついてきなさいって、たくましいってできるように、はい、頑張ろうと思います。よろしくお願いします。そう、ひゆかパイセンってね、そうねホテちゃんにもね呼ばれましたし、ひゆか先輩って呼んでもらえるのかな、ドキドキですけれども呼んでください。はい、まあそんな感じでありまして、でその次の日がリンリンさんの卒業公演で、そうでもリンリンさんの卒業公演はちゃんと出させていただきまして、そうもう一発目からオープニングから会いたかった大声ダイヤモンドヘビーローテーション、もうこれですよ、もうまさに最高っていう。しかもあの衣装がね、 TikTok 出したんですよ、私好きすぎて。ヘビーローテーションの衣装でもう念願、もうずっと着てみたくって、まさかリンリンさんの卒業公演で着れるなんて、幸せでしたね。本当にリンリンさんありがとうございます。本当に天才的なセトリと天才的な衣装と、そうみんな見て、めっちゃ可愛いから自分で言うのもなんですけど、かなりいい感じになってます、いい感じに仕上がってるので、ぜひ TikTok 見てください。あともろもろ Twitter とかにも上げてるので見てください、いい感じなのではい、見てね、拡散してくださいね、 I want you 言うてますから。はい、そうで、そんなこんなで出まして、でそっから、あ、ユニットっていうのかな、ごめんね好きになっちゃって、この曲のさーっていう、うん、聞いたことはあって、そう多分前どなたかがやってらっしゃったのかな、披露しててどっかでね、めちゃ癖になる曲じゃない、あれ Do it do it do it 言うてね、そう Do it do it do it baby baby 言うてね、いいのよ、それがいいのよ、ちょっと楽しかったもんね、私あれ結構癖になる、うん、でも結構かなり苦戦しましたね、私は。めっちゃ早いのよあれそうめっちゃいいよね、そう嬉しかった、あれも披露できて。僕だねえ、あれいい曲よ、本当に本当に。そう、あれも披露して、でそこからいろいろ披露して披露して、で最後ね、11月のアンクレートを披露しました。しかも衣装もしっかりアンクレット衣装で、ああ本当になんか天才だなって思いましたね。そのリンリンさんはやっぱり分かっってらっしゃるなって思いましたね。ファンの皆さんの気持ちももちろんだし、メンバー自身の気持ちも知ってるというか理解されてらっしゃる方だなって思いましたね。本当に着たかった衣装しかなかった、本当に。え、これも着れるんですかみたいな、と思ったぐらい、そう可愛い11月。そうアンクレットも多分初めて披露したかな、そう嬉しかった、披露してみたかった。わうわうわうわ、可愛いよね、あの曲もいい歌。そうだからすごい嬉しかった、ハッピーハッピーでしたさっきからちょっと猫ミームっぽくなっちゃうんだけど、ハッピー、本当にハッピーハッピーでしたね。はい、そうだからめちゃめちゃいい卒業公演だったよね。
寂しい気持ちもあったけど、そのリンリンさんがドレス姿でもうめっちゃキラキラだったのね。みんな見た？見た方いる？いるよね。みんな見たよね。リンリンさんのあのキラキラな姿。見たよね。生で見た？私は見たよ。私は見たんだけど、うん。これもう頭抱えるぐらいキラキラでした。本当に眩しいってなるぐらいめっちゃキラキラで超お姫様で超可愛かったの。素敵だったな。本当に私は毎回思うんですけれども、卒業する時って本当になんか皆さんキラキラだよね。なんかすごい応援したくなるし、儚いし、なんか同じステージに立てて幸せやなって思いましたね。本当にリンリンさんは優しかったですし、もうみんなが言う通り、みんなが言ってることがその通りすぎるし、そうだから私はあえてそのイラスト絵の方で、私も絵を描くのが好きなんですよ実は。そうだからその方で触れて、本当に上手じゃないリンリンさんって。リンリンさんの欠点ってなんだろう、ないんじゃないって思うぐらい本当に完璧なんですよリンリンさんは。そうでもね、そうはみんなが言ってた通りちょっとあざとかったりとか、でもねヌル様みたいにちょっとめっちゃかっこよかったりとか、すごいよね、本当にすごいよね。だから私もああいう方になりたいってすごい憧れる先輩でした。そうよ、本当に優しかったのよ。そうだから新公演もさ、その初日一緒だったんだけどリンリンさんと、すごくねリンリンさんも、多分リンリンさんも地起こしめっちゃされてたかな。だから本当に大変なスケジュールの中、しかも多分その後すぐ卒業公演だったから一回きりか、新公演一回きりだったんだけど、その時のためにめちゃめちゃ頑張って覚えてらっしゃったし、私がその全然できない曲とかもあって不安だった時にリンリンさんが、ひゆちゃんどれが不安って聞いてくれて、私はこれとかですって言ったら、じゃあ一緒にやろうって教えるよって言ってくださって、一緒に二人で練習したりしたんですよ実は。秘密だけどね、シークレットだけど、本当にめっちゃめちゃ優しいんですよ。だから本当に、うん、本当に伝わってほしいんだけど、もう本当にあんなに気を配れるというか、思いやりがある親切心のある方は本当にねリンリンさんだからこそというか、うん、素晴らしい。だからリンリンさんのおかげで私も出れました。ありがとうございます本当に。そうで、しかもリンリンさんだけかな、そんなことないか、リンリンさんはひゆちゃんって呼んでくれるんですよ。オタクすぎる。うん、やばくない、みたいな、ひゆちゃんみたいな、みたいな、はい、嬉しかったです。そう、何呼びでも嬉しいんだけどね。でもなんかリンリンさんが言うひゆちゃんはなんかさ、ちょっとキュキュンみたいな、そうなんかちょっとねにやけてしまうんですけれども、はいはい、嬉しかったなっていう。だからリンリンさんのことは私もずっと大好きだし、ずっと応援してますリンリンさん。伝わりますように、リンリンさん大好きです。ありがとうございました、お疲れ様でした本当に、はい、ということで、あ、面白い女いただきました、はい。でこっからよ、この次よ、もう地名との公演ありました、リンリンさんの公演ありました。でででーん、作画を披露か、生誕祭。
ない？まずスケジュール的に私多分初めて、うん、公演を3日連続、公演公演公演、ウェーイ、やったーという感じで、もうずっとそわそわでしたよ。私も4月入ってからもドッキンドッキンですよ本当に。こりゃまたドキドキということで、はい、先輩方を見送った後は私の出番ということで、なんと私の生誕祭でした。本当にもうね、生誕祭は本当にもうね、今でも余韻ひたひたでそう、多分余韻が抜ける時はないんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、本当に皆さんありがとうございました。まずは本当にもう私以上にね、皆さん先ほども言ったんですけど、本当に急遽だったし、発表されたのが、そう、申し訳ないなと思うし、そう、本当にまずはありがとう、本当にありがとうございました。あんな素敵な生誕祭は初めてです、てか初めてでしためちゃくちゃやないかいということで、実は私デビューして5年目になるんですけど、今年でなんと初の生誕祭でした。そう、本当に皆さんありがとうございました。もう私はね、デビューして5年目で初めてってことで、もう本当にお待たせしましたよね。皆さんずっと思ってたと思います、ひよこちゃん生誕祭まだかと。本当に申し訳ございません。これね、結構その他のファンの皆様とかに、あれひよこちゃん5年も生誕祭やってなかったのって言われてたんですよ、言われたんですよ。そう、でもこれはもうファンの方が悪いとかそういうのはなくって、もう完全に私のせいなんですよ。私があの全然劇場公演に出れてなかったのもありますし、まあ、地元に住んでいたっていうこともあって、本当に長い道のりでした。私も出たいなと思ってたけど、本当にもういろいろ、もう何も言えないんですけど、そう、本当にごめんなさい、お待たせしました。でも本当にね、決まった時はもう、うわーってなりましたね。私もやっとかと、そう、もうやっとできるんだってなって、しかも春休みだし、もう何も考えなくていい、その学校のこととかも今だと思ってね。そう、本当にまずは皆さんお待たせしたし、ありがとうございました。本当にありがとう。とってもとっても幸せな時間だったので、もうこれはゆっくりゆっくり振り返っていきたいんですけれども、そうね、生誕祭ありがとうございました。もうまずその日は私ずっとドキドキしておりまして、あのウィバースでも言った通り、もう本当にあのなんか寝たのに、寝たかなみたいな思うぐらいだし、あれ今日本当に生誕祭なのかなと思うぐらいだったし、結構本当に今までにないぐらい緊張してましたね。うん、あんま基本さっきも言ったんだけど、そんなにね緊張するタイプじゃないんだけど、朝からちょっとなんかってなってたりとか、あーでも気持ちがもうはーってなってたりとか、そう、でもなんかそれは嫌な感じじゃなくて、もうそわそわというか、もう楽しみだし、でも頑張らないといけないなっていう、いろんな気持ちが混ざってほわーってなってて、そうで劇場ついて、まあ、リハーサルとか始まって、で、あ、そう、愛ちゃんがね、そう初出演ということで、そう、愛ちゃんが初出演で、そう、愛ちゃんね、そう、私が、あ、初出演だよねって、そう、愛ちゃんに言ったのね。そしたら、うん、みたいな、ひゆかちゃんの生誕祭に出れて嬉しいよって、頑張るねって、もう、かわいい、本当に。愛ちゃんありがとう、本当に出てくれてありがとう、完璧でした、本当にありがとう。で、愛ちゃんありがとうねって言って、うんって言って、かわいいなよ本当にね。ちょっと待って、あ、島田和幸さん、ありがたわです。なんかかわいいコロネがついてるクマ、かわいい、ありがとう、コロネ、ありがコロネ、ありがとう和幸さん、どうだった生誕祭
もう本当に私の感想もだけどみんなの感想も聞きたいから、そうみんなの感想も聞きつつなんだけど、そうで、それで、まあ、リハーサル始まって、で横断幕がもう貼られてたんですよ。そうで、わーみたいな、リハーサル中も見えてめっちゃ可愛い。まず横断幕可愛すぎない？輝きちゃん、私がいた、あ間違えた、輝きちゃんがいた輝きちゃんがいて、ね、あの横断幕めっちゃ可愛い、ありがとう、本当に準備してくれて。そう、誰も見えて、まあ、本当に今日なんだって思いながらリハーサルして、そうで、なんかそのオンデマのカメラとかもリハーサルの時もあるんだけど、全部私に向いてて、これいつパッて見てもカメラが私の方向いてるから、やっぱり私なんだみたいな、今日はやっぱり私かと思いつつ、やばい、ずっとじゃあ抜かれてるのかって思って、そう、もうドキドキハラハラで、そこからいろいろメイクとかして、そうで、髪型もね、どうしようって悩んだのよ。そう、すごく悩んで、でも私といえば意外となんか下ろしてることが多くって、初期の頃から、まあ、こけしだったこともあり、でも結構基本ストレートで、逆に私ともストレートが似合うって自分で思ってるというか、なんか下ろしてるっていうか、まあ、まあ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 、そう、まあまあまあ何も言えてないの、まあ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 、まあ、そうって思ってて、でその前日にね、そうリンリンさんの卒業公演だったんじゃないですか。でその時に同じ、全くそう生誕祭の時と同じ髪型をしてて、そう外羽根かな、外羽根でちょっとうにょんみたいな感じで、そうそしたら結構ね、もうめっちゃ好評だったの、謎に。いろんな方から、え今日めっちゃいいねみたいな、今日めっちゃ可愛いねみたいなこと言われて、むむ、この髪型好評だなって思って、生誕祭もこれにしようと思ってね、そうで、あれにしました。であのデカリボンもこうやってここにちょんってつけて、可愛いってちょっと自画自賛なんだけど思ったぐらい、すごいいい感じに、そう、なんかそうお姫様みたいだったよね、なんかあれなんかね自分でお姫様みたいだったよね。そう、私もそう、それをイメージしてあえてしたの、気づいてくれてよかったそうしたので、それでもう出る直前までみんなが可愛いとか言ってくれたりとか、あとそうエンジンがあるんだけど、ってハートみんなで作って、えエンジンみんな知ってる、どんなエンジンか言っていいのかな、え知ってるみんな、あれ知らない、まだ不シークレット、これ言っていいのか、え怖い怖い、どうなんだろう、エンジンシークレットか、じゃあまだ言わないでおくね。まあそういうこともあったりして、そうあったのよ。そうで、それで全然何も言えないのまあそれあったのよ。そうで、まあいろいろやってもらったりして、あと MC のその話す内容とかも、なんかすごいレミとかがさ率先して面白い山手線ゲームだったりとか、なんか私になりきってるやつだったりとか、もうすごい面白い MC を考えてくれてたりして、でも始まるじゃないですか。でも私が影慣れをね、まあ、久々にしてちょっと緊張したんだけど、その影慣れした時にも本当に今日盛り上がってますかブーンってやったら、みんながうわーってやってくれて、おでもびっくり、うえ私が叫んだのにね、私自身もうえすごいってなって、いや本当にもう私もめっちゃ気合入ってたけど、みんなもねそうやって、私もめちゃエゴサーチしてたので、坂尾ひゆかとかで打って、そしたらみんながもう来てる来てると思いつつ、みんなもドキドキしてるなと思いつつ、すごいなんかもうその影慣れからね、みんなの熱っていうか愛が伝わってきて、ね、頑張るぞってなったし、そうで影慣れ終わってステージ立って
って今までにないぐらいのうわーって深呼吸してってやって始まって、それ始まったらみんながね、青かな、青か白かなのペンライト、みんな色を揃えてくれてて、びっくりわっと思って、そう、後々聞いたら輝きちゃん、確かに輝きちゃんだと思って、そう、青と白でバババって振ってくれてて、もう見えるわけ、私実は一番前なのねロマンスいらねえ、私一番前なんですよ実は、じゃんじゃんじゃんの人ね、一番前の人だから、もう丸見え、うえー、すごい、でもそ言っちゃダメじゃん、すごいとか一番前で言ったらさダメじゃん、そうだからもうちょっとニヤニヤしつつも、すごいきもう顔なんかうんみたいな感じにしたんだけどそうで始まって、でそうすごいのが、まずコールもすごかったし、ペンライトもすごかったんだけど、うん、コールがすごかったんだよ全部すごかったんだよ本当に、あの私今まで劇場公演、まあ、でも本当にね数回しかないんだけど、今まで出た劇場公演の中で一番すごかったんですよ、どう考えても、ええ本当にすごくって、劇場が揺れるんじゃないかなと思うくらいのもう声量、皆さんのだし、あと新公演のコールなんかあるじゃん、いろいろね、それもみんな覚えてきてくれてて、なんかえーとかさ、おいすごい、えコールが合いの手とかが入ってると思ってびっくり、本当に私やりながらも私が驚かされてて、すごいすごいってなって、そうでも私も負けじとね、一発目オープニングからもうぶちかましましたみんなの熱に応えたいと思ったし、もっと一緒にとなりたいと思ったので、どうだった、オープニングどうだった、ロマンスいらねえ、性格が悪い女の子、恋愛サーカス、オネストマン、どうだった、あれめっちゃいいのよ、私大好きで、オープニングちょっとロマンスで、私は結構まあちょっとクールめって感じなんだけど、まあ、そこからちょっとまああざとめ何かねえってやっちゃったりして、そうで、そっからレンサーカス、みんなでね楽しいよね、でオネストマン完璧やんみたいな、もう起承転結完璧じゃんみたいな、めちゃいいよね、そうでも私はもうパフォーマンスしてて、もうみんなの顔がもう大好きな、みんなの顔が見えるわけ、まあ、みんな大好きな人しかいないっていう、なんかもう大好きみたいな、もうずっとなんかもう大好きなんですけどって思って、もう比喩家の内輪が見えたりとかさ、えみたいな、なんかもう幸せなんですけどみたいな、でみんなもちょっとなんかニコニコしてるわけ、私を見てさ、私を見てか分かんないけどニコニコしてるの、多分私を見てだよね、私もずっともうニコニコしちゃったよ、ありがとう本当に幸せでした、だから本当になんかもうオープニングから楽しいなと思ったし、今日迎えられてよかったなってなんか嬉しくもなったし、いろんな感情のまま終えてオープニングやって、で自己紹介で、そう自己紹介のお題が人生で一番輝いた瞬間みたいな感じだったかな、そうで私の北陸新幹線最速型輝きにちなんでのお題だったんだけど、私はまさに本当に今だなと思って、今ですって言ったんだけど、今だったよね、うん今でしたね、本当に幸せだったし、今一番自分が
注目されてると思ったし、一番輝いてるだろうなと思ったの。本当に幸せで、こんななんかいいのかって幸せすぎないかって思ったぐらい幸せだった。本当になんか自分でもキラキラしてるんだろうな今って思うぐらいでしょ。劇場で多分一番注目されてたでしょ。オンデマンもだしね。みんな見てた？私のこと。そう、見てたでしょ見てるだろうなって思って、私もあ、みんな見てるだろうなってなったんだけど、そう、本当に輝いてたよね。どうでしたか？輝いてました。ずっと見てました。だってみんなありがとう。オンデマで見てたよって方もいらっしゃるし、ありがとう。どうだった？輝いてた？オンデマでも分かった？モニター、モニターで見てた方もいらっしゃったんだ。ありがとう、ありがとう皆さん。嬉しい。みんなも同じ気持ちだったならよかった。そうで、自己紹介もね。あ、そう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 、忘れてた。自己紹介でさ、私やるじゃん、いつもキャッチフレーズ、いきますよっつって、カニ恐竜言うて、はいって言ったら、比喩こうで、みんなのこうなんかじゃ、パパパパパパってフライヤーっていうのかな、紙の、なんていうのを出してくれて、カニと恐竜と比喩こうと、こんな、めちゃめちゃさ、みんなさ、ありがとうっていう、もうなんかねえ、みんな違ったでしょ。あれカニ出しましたとか言うてるし、みんなみんな違ったよね多分。ありがとう。本当になんかみんなめちゃめちゃなんか準備してくれて、ここでこう出しましょうとかさ考えてくれたんだろうなと思ってさ、危なかったよね。ちょっと危なかったよね。だから危ないって思って、でも嬉しいと思って、そう、本当に愛されてるなと思ったの。ありがとう、本当にありがとう。びっくりした、私カニ恐竜だと思って、そう、でも嬉しくなってハッピーハッピーになって、でそっから、あのね、ユニット、また素晴らしいメンバーさんの中に私が入りまして、はい、そうやって、で、キャッ、ここからよ、問題はここから、ラユニット終わりました。で、新公演といえばね、ある企画があるんですよ。なんだなんだよ、なんだなんだよ、なんだなんだ、投票局というものがありましてですね、毎公演ね、もうどれになるかわからないと、3曲中1曲投票で決まるということで、まあ、3曲あるんですよ。ヘビーローテーション、うん、いいですね。希望的リフレイン、うん、いいですね。こちらも人気でね。で、言い訳メイビー、おっとおっとっとっと、いいですよね。その中で坂川日向がセンターになる楽曲、さてどれ急な問題、さてどれ、三択です。な、まさに私のためにあるんじゃないやつどういうことと思うんですけど、もうこの日のために私はセンターだったんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、3曲のうちどれかが私のセンター楽曲なんですよ。
どれだ。正解言うね。正解はじゃじゃーん、言い訳メイビーでした。大好き。あの言い訳メイビー、私大好きなんですよ実は。知ってました？知ってたよね。言い訳メイビーって共感してほしいんだけどさ、ザ・センター楽曲じゃん。だってゼロ割とかじゃなくてゼロなの、ゼロなの、センターがゼロ、ゼロなの。うん、だからいつか言い訳メイビーのセンターに立って披露してみたいなって思っていたの、この公演が始まる前からずっとね、ずっとずっと言っていたの。言ったことはなかったか、思っていたの、言いたかったけど思っていた。そしたら言い訳ベイビーでしたよ。ナマステナマステ。ということでまさかの念願が叶いました。本当に私がずっと望んでいた言い訳メイビーセンターしたいな。言い訳メイビーセンターできたらいいな。キラッということで、できました。ありがとうございます。皆さん投票してくれてありがとう。本当にね、あの多分だけど、そのセリカさんと同じポジションだからさ、私がそうセリカさん言い訳メイビーセンターしてたなって多分ファンの方が思ってくれてくれたのもあるし、私がちょっとね言い訳みたいな感じで言い訳ってちょっとまあ匂わせたのもあるんですけど、そうでも本当に皆さんが協力してくれたおかげで、なんと言い訳メイビーになってセンターで披露することができました。やったー、わーい。そう、もう大好き言い訳メイビー大好き。もうあの時が一番私ワクワクしてたと思うし、ニコニコしてたんじゃない？どうだった？言い訳メイビーセンターどうだった？よかった？私はよかったよ。私は本当に幸せだった。できてよかった。高まった。だってそう、でもそう、私がねセンターに立った瞬間にみんながおーみたいな、おーよーみたいな感じになったから、やばい、や私もにやけそうだと思って、危ないと思いつつも、いいですかって、まあ、これのもしかしたらリフレインの可能性もあるしね、そう分かんないから、まあ、いいですかって。それでは聞いてください、言い訳メイビーちょっとカッコつけたよね、うん、もちろんちょっとカッコつけたよね、うん、そう言い訳メイビーとかじゃなくて言い訳メイビーちょっとカッコつけたよね、うん、もちろんだよ、さすがにカッコつけますね、あそこは言い訳メイビードゥクドゥーン、あれも好きなの、言ってからさドゥクドゥーンが好きなの、大好き、まずき、私も多分絶頂、もう来たこれみたいな気持ちだったね、みんなもなってた？くかってね、そうやらせてもらいました。いやもうあれすごいよね、本当にもういやってなりましたね。うん、ありがとう。今も私もそうまだニヤニヤが止まらないですね。うん、あの時すごかったな、本当に、なんかもううん鳥肌立ったよね、私も立ったもん。
みんな鳥肌って感じだったね。私もゾワーってなった。やばい、ついに来た、よかった。でも本当に念願のもう0番っていう、いやー素晴らしい、ありがとうございました。本当に余韻がすごいわ。うん。テーマやりまして、でそっから中盤曲、そう中盤はね、そうまた言い訳から一気に雰囲気変わって、君の嘘を知っていた、ダウンタウンホテル105室、ハッピーエンドだ。ハッピーエンドもめっちゃ可愛い曲だし、でもそこのね中盤結構私好きで、だから全部好きなんだよ、選べない、全部好きなの。そうね、言い訳メイビーで元気にやらせてもらったから、そっからねまた雰囲気変えて、どれぐらいみんなをこの子どんな表情するんやって思ってもらえるかが勝負だなと思ってたから、頑張った中盤は。そうでハッピーエンドやって、ね、そっからいろいろやって、最後君だけが決めていた二人の秘密をやりましたね。その間に MC があって、そう MC でね、そうレミタンがまさかの私になりきるっていう、ちょっと今までに見たことがない MC をしていたんですよ。そうあのねレミタンがね私になりきってくれて、普段も新幹線やってます言うて、うわあおーみたいな、おー好きな食べ物みかんゼリーです言うて、うん、それ昔やねって、今はちょっとまあまあかなと思いつつもね、裏でこうやって聞いて、どうなったりしていたんですけど、ちょこちょこねあのなんか、うん、あれちょっと違うかもなみたいな、でもね結構まあ基本的には私の情報も知ってたから、あら詳しい、素晴らしい、やっぱりさすが徳川って思ってたんですけど、ちょこちょこ、うん、ちょっと違うかもだけど、まあ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 、まあ、うんうんうんみたいな、そう面白かったね、すごいやっぱレミだからこそできた企画だね、本当に面白かった。好きな芸人さんが好き、うん、みんな好きなんですけど、私芸人さん、そう好きな芸人さん選べないな、芸人さん、うん好きな芸人さんな迷うな、個人的にそうだな、真空ジェシカさんがすごい来てるだよね、そうでも本当にみんな好き、和牛さんも大好きだよ、大好きだよ、そうでもね、うんまあいろいろ、うんでも本当に大好き、でもお笑いが好きっていうのは知ってたね、正解、今日もお笑い見ました、そうそれぐらい好きなんですよ、大好きだから、そうまあそんなこんなでレミがなりきってくれて、おもろかったよね。あと山手線ゲームでね、私のなんか好きなところというか言ってくれてたり、カニ、恐竜、ヒューカ、うんうん、キャッチフレーズです、うん、キャッチフレーズになってるけどいいかと思いつつも裏でクス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 と、本当に皆さん面白いんですよ、本当になんと面白い先輩方だしメンバーさんだと思ってね、すごいよね、みんな面白い、ユーモアに溢れてるよね、そうだからすごい聞いてて、裏でずっともうニコニコしながら着替えてましたいやーね MC ってさ結構私難しいなと思ってて、そうなんか盛り上げないといけないけど、盛り上その自分が高まってなんか難しいなと思ってるんだけど、それを何だかこなす先輩方は本当にすごいなと思うし、うん素晴らしかったです、ありがとうございます。で後半はね私の好きなところっていうか、どう思ってるか、私をどう思ってるかを私知りたくて、そう公演でね今回新公演出ることになって、初めて関わった先輩だったりとかも多かったから、そうえ私のことどう思ってますかってみんなに聞いたんだけど、そうサッフォーさんが振り起こしを自分でしててすごいとか言ってくださったり、
あと何だったかな、そう、どう見てくださったり、天才言ってたよね。まあバレてしまいましたか。嘘ですよ嘘ですよ。だからすごい嬉しいなぁ思ってます。ほんまに天才なんてそんな全然なんですけど、でも本当になんかそう思われてたんだと思って嬉しいなって思いますね。ホテちゃんもそう、最近話す機会が多くて日向先輩って呼びたいって言ってね、呼んでくれたりとか。そうポテ可愛いの、ポテって呼んでるんだけど、そうポテちゃんはね最近よく話すんですよ本当に。そうでもそれもねこの公演きっかけだったり、私自身もこの公演で本当に仲良くなって話すようになった先輩もいるから、いや本当に出れてよかったなと思うし、こんな大好きで面白いメンバーと一緒に出れて幸せやなと思いながら MC してましたね。うん、そんな感じで MC やって、そっからアンコールやって、生誕祭になりました。そう生誕祭ね、挨拶するじゃん、じゃあ終わりの挨拶しましょうかって。ちょっと焦ったんですよ、待って、えこれ終わるんじゃないと思ってあれまだ生誕、まあでも幸せだったからいいか、せーの、待って本当に終わるんじゃない、せーの、ちょっと待った、ということでね、レミシャンが徳永レミシャンが、はい、ちょっと待った言ってくれましたよ。えレミさんずっとそわそわしてた、やっぱりレミありがとう、そわそわしてたよねきっとね、ありがとう。そうでハッピーバースデー言うて流れてきまして、もうねずっと私ねその夢見てたんですよ夢見てたというか、生誕祭その他のメンバーさんのやつとか見たことあったし参加したこともあったけど、自分がその本当に祝われる立場になったのは初めてだったから、うわっ見てた景色だというか想像してた景色だなと思って、うわ嬉しいと思ったし、みんなにあんな大勢の方にさハッピーバースデーヒューカーってないじゃん、人生で生きててあんなたくさんの方に直接こうやっておめでとうって言っていただく機会ってないから、本当に幸せで、こんな空間あっていいのかと、ここが今多分一番世界で幸せな場所だわと思いながら、イエーイありがとうなりました。本当に皆さんありがとう、この生誕祭が開催されたのも皆さんのおかげだし、ありがとう、本当にありがとう。 そっからレミの手紙があってね、こんなところに手紙が言うて私も気づかなくて、おーえ本当だと思って、レミさんがね誰からでしょうかとか言ってちょっとね顔がにやけてたのでねって、レミさんじゃあ呼んでください言ってレミさん呼んでもらって、そうねすごい良かったよね手紙。レミからさああやって、まあ普段本当に仲いいから、本当に仲いいからってめっちゃ仲いいんですよ、だからずっと一緒にいるんですよ、だから直接ねそうやって素直な気持ちだったりとかレミがどう思ってるよとかそれ聞いたことがなかったし、まあ若干ねもう長いから、正直4年間かな、なんか言わなくても伝わるかなとか若干あったんだけど、でもやっぱり改めてそうやって手紙でたくさん考えてくれたんだろうね、私との思い出とかも思い出しつつ私への思いをね綴ってくれたんですけど、私手紙大好きなんですよこれ何回目っていうぐらい私手紙がすごい好きで、書くのも好きですし読んでもらうのも好きなんですよ。そうでもなんかさ手紙って書いて渡して自分が読むとかはあるけど、
読んでもらうってなかなかないじゃないですか、言葉にして。そう、それってすごい、私も私は嬉しいけど、多分読む側はすごいちょっと照れくさいとか恥ずかしいとか緊張するとかあると思うんだけど、エミはすごいまっすぐ私の方を見て伝えてくれて、だからよりすごい気持ちも伝わったし嬉しいなと思ったし、そう、最近レミの膝でよく寝ているのも、まあ、ちょっと何となく暴露されてしまったりとかもあったんだけど、でもレミとね、運命共同体って言葉があったけど、本当に私はレミと共通点も多いし、レミと似た意見もあるし、私こそ本当に運命共同体だなってそう思ったし、同じ気持ちなんだなって、ね、二人の約束果たそうねみたいなことを最後言ってくれたんだけど、そう本当にそうだねって、二人で約束したことがすごいたくさんあるんだけど、そう夢叶えたいなって、この子と一緒に頑張りたいなって思ったから嬉しかったし、もっと頑張ろうって思いましたね。ね、暑かったよね、すごく。レミのあんな素直な気持ち初めて聞いたから、そう嬉しかったね。ありがとうねレミ。レミも多分私と全くほぼ毎日一緒にいたから、その期間同じスケジュールをこなしてた中であんな素敵な手紙を書いてくれたから、レミもね、後から聞いた感じすごい緊張したって言ってたし、いっぱい考えてくれたんだろうなと思うから、レミにも感謝です。ありがとうレミ。だから私もレミと同じ気持ちだよ、本当に。頑張ろうね、二人で夢叶えようね。ありがとう。そう、多分あの手紙すごいみんなうるっときたって言ってて、愛が伝わったよね、本当に。そう、そうで、そこから私の話すターンになりまして、まあ本当にまずはお待たせしたよっていうことだし、この生誕祭を開けたっていうのも私自身本当に夢のようで、今でも余韻に浸ってるぐらいなんですけど、5年間ずっとしたいなってしたいなってずっと思ってたけど叶わないことが多くて、まあ、叶わなかったわけですよ今までね。そうで、それは私が、まあ、出れなかったっていうのもあるし、そうだな、みんながたくさん準備してくれてたのも分かってたから、もっと早く出れたらいいなっても思ってたし、そうでも私自身もまだ早いなと思ってたこともあって、そう全然劇場にも立ててなかったから、そんな、中ではまだ立てないっていうか、まだ生誕祭ができないなって思って、そうタイミングをずっと測ってて今回生誕祭開催するっていうことになったんだけど、まあでも本当に自分が想像していた何十倍何百倍、いやもう何、はるかに自分の想像をはるかに超える景色とコールと、あと素敵な横断幕だったりスタッフラだったりアルバムだったり、本当にみんながこの5年間たくさん準備してくれてたんだなと思ったし、生誕員の皆さんもだし、そう私結構うまく言葉を伝えられないことが多いから、多分みんなをすごい不安にさせちゃってたと思うし、いつできるのって準備してるのに、こっちは準備満タンだけど、ゆうかちゃんはいつできるのって思ってたと思うから、そう本当にそれは申し訳ないなと思うし、でもそんな中で急遽決まったこの生誕祭に対して全力でみんなが準備してくれたんだなってことも伝わったから、もう感謝の気持ちでいっぱいだしね、え感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。いやでもね、私本当に言葉足らずっていうか、うまく言えないのよ。
本当にダメなんだけど、そう全然うまく言えなくて、あの時も本当に言いたいことたくさんあるし、みんなに感謝を伝えたいなって思ってたんだけど、そうでも言いたかったのは本当に今応援してくれてるみんながいるからこそ、私はあの時輝けたなとも思うし、夢が叶ってるわけですよ。みんなの応援のおかげで生誕祭をするっていうのも一つの夢だったし、言い訳メイビーのねセンターもしたいなって思ってたのも一つの夢だったし、みんなのおかげですごい夢が叶ってるんです私。そうで17歳だから、でも17歳になってもう半年も経っちゃってて、10月30日で実はで今回4月に生誕祭させてもらって、半年経って、そう17歳どうでしたか。まだ半年、まああと半年あるけど、そう毎年目標を決めてて、この子いいな、今年はねこの子いいな17歳ということで、いいなにかけて頑張ってるんですけど、そうでもそれが本当にみんながこの子いいなって思ってくれてたら嬉しいなと思うし、今こうやって配信を見てくださってる皆さんがこの配信きっかけでもいいし、いいなって思ってくれてたら私は何よりだし、そこからもっとこの子知りたいなとか、この子こういう子なのかなとか、どん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 ね好きになってくれたら、それはもう本当に嬉しいことだから、うん、それが願いなんですけど、でも本当にこのここまで来るのに長かったし大変だったし、めっちゃ悩んだこともあるんですよ、もちろん。そう私自身福井に行ってデビューしてからすぐコロナ禍になっちゃったりとか、思うように活動ができなくって、そうどうしたらいいんだろうなって、プラメにもめっちゃ書いたんだけど、そうどうしたらいいんだろうなってこともあったし、みんなに感謝の気持ちを伝えたいとか恩返ししたいなって思うこともいっぱいあったんだけど、そうなかなかそれが叶わないとか、状況がうまくいかないとか、そういろいろあって、そうでもみんながねコロナ禍の時とかなんて、私もコロナかかっちゃったんですよ、コロナ禍の時に。そんな時にみんなが大丈夫だよとか、ひゆかちゃんならずっと待ってるよとか、そういう優しい言葉をかけてくれたおかげで、私は今こうやってね素敵な生誕祭を大好きな皆さんと大好きな空間で迎えることができたなと思うから、本当に応援してくださってる皆さん、今もだし昔もずっと応援してくださってる皆さん、ありがとうございました。本当にありがとう。皆さんのおかげでここまで生誕祭してよかったなとか、今回いいパフォーマンスができたなとか思えるので、ありがとう、本当に良かったです皆さんがいてくれて。だからこれからも本当にみんなのね期待になかなか応えられないことも多いんだけど、でもこれからね環境もいろいろ変わっていろいろ頑張っていこうって決めたので、そうぜひこれからもね引き続き応援してくれたら嬉しいし、でも応援してくれるからには私も全力で応えたいなと思ってるので、絶対に後悔させないお仕事推しになれるように、はい、頑張りますので、何卒よろしくお願いします。はい、任せてください。絶対に楽しませるし、これからもまだまだ言いたいこともあるのでまだまだ言いたいことというか、皆さんに伝えたいこととかも、楽しみにしててほしいこととかもあるので、はい、期待しててください。任せてください私に、頑張りますまあちょっと真面目な話もしてしまったんですけれども、あらありがタワーですよ、ありがとう翔くん、おにぎりタワー、ありがタワー、ありがとうありがとう。でも本当にやっぱり一人じゃ無理じゃないですか、
この活動なんて特に。そう、皆さんの力がないと私も頑張れないし、そうだからこそ皆さんの力が必要だから私も頑張るし、私の力でみんなが幸せになってくれたら嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。はい、そう、ぜひね、そう、本当にごめんなさい、いろいろやっぱり不安にさせちゃうこともあるだろうし、そう、うん、いや、不安にさせちゃうこともあるけど全力なので、いつでも私は、そう、てか一人一人とちゃんと向き合いたいなと思ってるから、なんか自分なんかとかは絶対に思わないでほしくって、そう、絶対に思わないでね、全員一人一人が大事だから本当に、うん、自分なんかとかひゆかちゃんのためになってないんじゃないかなとか本当にないので、絶対にそれはないので、絶対に安心して推し活してほしいし、自分のペースでお仕事をしてくれたら嬉しいですよ、はい、無理にというか楽しんで推し活できると嬉しいなと思いますよ、私もね、はい、うん、ミカさん、タワー、ありがタワーです、ありがとう、ありがタワー、ありがとうございます、タワータワー、ありがタワー、ありがとう、はい、ということで今日はちょっといろいろ長々とお話ししてしまいましたが、いや本当にもうね、3月春休み本当に幸せな春休みでした。こんなに多忙で幸せでなんかギュッと思い出が詰まった春休みはもうない、いやこれからですよ、これからどんどんアップデートしていきたいんですけども、はい、もう今まで来てきた春休みの中で一番幸せで思い出にあふれる春休みとなりました。本当にいい締めくくりを生誕祭でねしていただいて本当にありがとうございました。こんな高校生いる？こんな充実したいないよね、いないよ、ありがとう本当に。だからこれからもよろしくね、頑張るね、私もファイトだよ、はい、はい、ということで皆さん今日は長々とお話ししてしまったけど来てくれてありがとう。ランキング読んでいくね、ではいきます。13位、ごめん先生、ありがとう、また見てください、生誕祭最善だったよね、見えたよ、ありがとう。続いて12位、テロー君、ありがとう、またアットマーク生誕祭参加した方ね、そうだよね、生誕祭当たらなかった方もいらっしゃるだろうし、でもありがとう、またね絶対生誕祭したいと思ってるので次こそぜひ来れたら来てください、ありがとう、またね、また見てください。続いて11位、ケイシンくん、ありがとう、ケイシンくんもねたくさん春休み会えたからね、生誕祭もありがとう、たくさん準備してくれたんだろうなと思うので Thank you ですよ、また見てね、ありがとう。では続いて10位、こちゃん、アットマーク生誕祭が最高すぎた、ありがとう、本当に最高でした、もうみんなも最高と思ってくれたならよかったです、最高だったよ、ありがとう、またね、ありがとう、また見てください。では続いて9位、チョコミントさん、アットマーク走らないとの T シャツ当選、カニ様ありがとう、おお、え、当選したの、サイン書いたよたくさん来てね、うん、おめでとう、カニ様です、また見てね、ありがとう。続いて8位、サブちゃん、アットマークひゆかが楽しければ遠くからでもわかる、わー嬉しい、ありがとう、本当に楽しかったの、また会おうね、ありがとうね、遠くから応援してくれてるんだよね、ありがとう、また見てください、ありがとう。では続いて7位、シューワンワンさん、ありがとう、リンゴマークかわいい、ありがとうね、また見に来てください、ありがとう。
では続いて6位コニタンさん、ありがとうございます。柱で見えなかったって言ってたよね、言い訳。ではまた見せるねセンター見に来てね、またありがとう、またね、また見てください。では続いて5位バンボシさん、アットマークおっちゃん毎日頑張れるのはあんたのおかげよ、ありがとう。私もみんなのおかげよ、バンボシさんのおかげよ、ありがとうね。お互い一緒に頑張ろう、高め合おう、また見てね、ありがとう。では続いて4位翔くん、一生応援します、手紙も書きます。あ、近いね、そう、手紙好きって言ったらみんな書こうとしてくれてるの嬉しいよ、ありがとう、待ってるね。でも無理なくね、ありがとう、一生応援 してください、頑張りますまた見てね、ありがとう。じゃあ続いて3位島田和幸さん、ありがとう和幸さんね、また会いに来てくださいね、生誕祭良かったっていっぱい言ってくれてたよね、ありがとう、 Thank you です。あ、そうだ、みんなタワー送ってくれたよね、ありがとう。翔くんもタワーもありがとう、和幸さんもタワーありがとう、ありがタワーです、みんなありがタワー。続いて2位ミカさん、押しててよかったよ、にっこりありがとう、こちらこそね、昔からね応援してくれてるからみんな大切だよ、ありがとうね、忘れないよ、またこれからもよろしくね、また見てね、そしてタワーありがとう、ありがとう。そして最後1位ナーラブさん、ありがとう、1位ありがたわでした、しかもありがとうな、ラブさん、ラブだよ、ありがとう。うん、4月下旬5月下旬にお会いできたら嬉しいです、お嬉しいです、話しましょうやこのことも話そう、1位だったからめでたい、話そう、ありがとう、また見に来て、そして話しましょうね、ありがとう。さあラッキーカニカに行きましょう。22ゴンさんかな、 GONNN さん、ありがとう、ラッキーカニカに、また見てください、ありがとう。さあもう一人の方いきます。はい、44位バッポイさんかな、ありがとう、ラッキーカニカに、また見てください、ありがとう。はい、ということで皆さんありがとうございました。たくさん話しちゃったけど大丈夫でした聞き逃してない、大丈夫、まあ、またちょっとね聞きたいことがあったらお話し会でお待ちしてますので、お話し会来てくださいお話し会でお待ちしております。あとは、あ、 TikTok も昨日更新したので TikTok も見てください。あと X もおはようポスト、たまに寝坊しちゃってお休みポストになっちゃうこともあるんだけど頑張ってるので、おはようポストもぜひ朝のお供として見てください。あとインスタもあげます。あと髪切ったので写真あげますね。髪切ったの結構ニュースだと思うんだけど、ちょっと薄くなっちゃったかも。髪切った今来た人にも髪切ったよ、どうかなじゃあね、配信ラストということでスクショタイムいくか、いきますよ、はいチーズ、はいチーズ、髪見せたいよね、髪見せようよね、 どうしようかな、髪切ったよー、17歳ポーズ、こっち合ってる、わ17いいな、この子いいな、17歳、よしできた、ありがとう。今日は12,983人の方が見てくださってありがとうございます、嬉しい
ハッピーハッピーです。はい、では皆さん今日も一日お疲れ様でした。本当にね、4月に入って新生活とか、まあ、職場だったり学校だったりいろんな環境で皆さん大変だと思うけど、応援してますし、私も頑張るね。新しい環境慣れないけど頑張ろう。おうおう。では今日は来てくださった皆さんありがとう。本当にゆっくり休めますように、いい夢見てください。私もたくさん寝たいです。はい、じゃあまた後で会おう。 X にポストとかするね。じゃあね。ありがとう、みんな大好きだよ。これからも応援よろしく。頑張ります。じゃあね。美味しいご飯食べたかな。ご飯食べてない人は食べてくださいね。私もちょっと食べたいな。おやすみ。ありがとうございました。じゃあね。